女優の森七菜が14日、第32回日本ジュエリーベストドレッサー賞を受賞し、都内で行われた表彰式に出席した。10大部門での受賞となった森は、伝統ある栄えある賞をいただき、嬉しく思います。胸を張ってジュエリーをつけられるように頑張りたい、と初々しく挨拶した。ジュエリーを初めて身につけたのは去年の誕生日で、母親からのプレゼントだった。まだジュエリーとの接点が少ない中での受賞となり、信じられません。全く予想つかなかった。受賞を知った時もびっくりしました。まだ実感が湧かないと驚き。それでもプレゼントされたダイヤのネックレスに気分はすごくいいですね。気持ちがワクワクすると胸を躍らせた。喜びはまずお母さんに知らせたい。すごく喜んでくれると思う。早く伝えたいとにっこり。報道陣からジュエリーをくれる男性の存在について質問されると、それを言うとお父さんがすごい悲しみます。笑。お父さん、この前のドラマを見て泣いていたので。キスシーンもあって、それを見て泣いていた。もし将来彼氏に会ったら気絶するんじゃないか、作戦会議しないと、と笑いながら語った。現在19歳で、今年8月で20歳を迎える森。10代でやり残したことを聞かれると、いろんなことを思いついたらすぐやってしまうのでないかな。ま、でも一人旅とかしたかったと思う。新型コロナウイルスの影響で実現は難しいですけど、とした。日本ジュエリーベストドレッサー賞は、過去1年を通じて最も輝いている人、宝石が似合う人を選出、表彰するもので、今回で32回目。今年は森のほか、20代部門を荒木優子、30代部門を戸田恵梨香、40代部門を小池栄子、50代部門を斉藤由貴、60代部門は田中美佐子、男性部門を横浜流星、特別賞を内田篤人がそれぞれ受賞した。